はい、こんにちは、ニャーでーす。ってことでね、ジューンブライドの確保したいキャラ4000やっていこうと思います。今回ね、ジューンブライド結構キャラ多くて見てない人多いと思うから、ぜひね、ここで見てってください。まず1個目ね、1個目が、フェノンの武器。これ、回復タイプと追加して、スキブでチーム HP3 つ。まあ、覚醒が強いね。で、消せない回復、バインド覚醒無効全回復の6解除陣です。普通に強い。で、続いて、はい、こいつね、これが1個目で、これ普通にこの武器が他にも強くて、チーム HP と三尺強化でしょ？で、この武器も普通に強くて、そしてね、本体も強いです。本体は、ま、三尺とかスキブとか、あと、お邪魔耐性とか持ってるんだけど、本体もね、普通に強くて、ま、今そんなに使いたいかって言ったら使いたくないんだけど、最近さ、季節のサイリアって必要になることが多くて、ハロウィンチャコルとか、あれだよね、バレンタインイディアルとかもそうだし、バレンタインアキネもそうだし、あとは、学園イナとかもそうだけど、基本的に季節のサイリアって欲しいことが多いから、まあ、こいつもね、どうせ必要になるんじゃないの未来、みたいなイメージで、まあ、取りたいかなってちょっと私は思ってます。で、続いて、はい。ブリキッドね、まあ、新キャラなんだけど、連続新キャラなんだけど、武器が強いですね。スキブウェイで3チーム。これがね。で、こっちが、スキブキラー2つで4チーム。どっちもね、遅延武器で強くて、一応本体も強くてね、本体もデイトラに入りそうな3チエンのリーダースキル、リーダースキルじゃないスキルのキャラで、これね確定枠だから、まあ、確定買えばいいかなと思ってます。こいつが2体目。はい、続いて。続いては、新キャラです。はい、新キャラは、新キャラにね、新キャラじゃないや、能力調整されたキャラに2体います。バーっと見ていって、はい、バーっとね、見ていきましょう。あ、で、ちなみにパネラは、ダメージ吸収、毒性吸収18ターンでちょっと重いんだけど、スキルチャージ持ってて、まあ、バレンタイン、アキネとか持ってない人は、こいつ代用になるかもしれんね。ちょっとスキルチャージ少ないけど、まあ、ならなくはないかなって感じです。あ、こいつは4000には入ってないです。続いて、ちょっと待って、これもちょっと話させて、これも別に4000には入ってないんだけど、バインドスキブチーム HP で3チェーンだから、これもね、普通に、バインドスキブチーム HP で3チェーンっていう意味では強いです。はい。続いて、はいはいはい。で、4戦の3体目はこいつですね。はい、有利の武器。はい。チーム HP3 つに枝豆にダブル吸収で消せない回復バインド覚醒無効解除です。まあ一応列も持ってるよみたいな感じなんだけど、これはね結構汎用性高いし、いいかなと思ってます。特に枝豆使うパーティー、学園イナとか、その辺の、学園イナとハドラとか、徳川とか、その辺のパーティーに普通に使いたい性能してるかなと思います。あの辺ね、チーム HP 欲しいから、で、3ターンダブル吸収でしょ？普通に4次元の周回編成にも入れてもいいし、他のね、もっと高難易度の編成に入れてもいいしって感じで、普通に使えるかなと思ってます。あと、水パね。普通に水パの、レチパの、ダメージ吸収、属性吸収枠としても使えるかなとは思います。レチ使ってね。まあ、こっちの場合は、まあ、枝豆腐あるかもしれないけど、まあでも、この武器は普通に汎用性高くて私は欲しいかなと思ってます。で、続いてはね、もうみんな持ってるかもしれん。私は持ってないんだけど、花山豪山図ね。一応、ほとんど強化入ってなくて、超覚醒で 10C が増えました。やっぱ消せない回復の火の枠としてはかなり優秀で、火光といえばみたいな感じで、今もずっと使われてて、ヒパだったらね、結構な頻度で入ってきてるので、持ってない人はね、取りましょう。確定なのでね、こいつも。私は確定買ってないから、かなり後悔したので、私は買います。って感じで、これで4体目です。ってことでね、参考になったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあねー、バイバーイ。バイバイバイバーイ。